はい、今回は、天元戦の、第2局をやりたいと思います。はい、黒番が、山天元ですね。はい、じゃあお願いします。そうですね。まあ AI もね、こう、よく打たれてる手ですね。この小ゲイマも流行っています。そうですね。まあこうやると当然こう、こう挟みたくなりますので。まあそうですね。まあ黒もちょっとこういう逃げる展開は本来はちょっと辛いんですけどね。ちょっと弱い石を作っちゃうので。まあこの手も山下先生らしい独特の手だと思いますかね。まあそうですね。ここら辺に飛ぶのも普通かなと思います。こういう進行もあったかなと思いますね。まあそうですね。また厳しくなりましたね。激しくなりました。まあこの賭けとかがいい手だったんですかね。ちょっとね、苦しい展開に見えますね。まあこういう手打つのだとね、ちょっと苦しく見えるんですよね。まあこういう流れは、この石が弱くなって、まあ黒がね、まあ井山さんなんで、まあ打てるっていう感じなんですけど、打てるかもしれないっていう思うかもしれないんですけど、まあ普通の人だったらもうちょっとね、黒引っ張りかなと。もうちょっと、そうですね。もう相当苦しいかなっていう感じに見えますね。まあ仕方なくこういう手を打たされていますね。そうですね。この、まあ、逃げ出しもね、すごい手で。普通はもうね、捨てるのをね、考えたくなるんですけど、まあそうですね。まあ何かの時に役立つっていう意味なんですけどね、こういうとこに石が来たら。でも結果的にはこの手は一応地は損な手なので、何もしないで普通に受けてたらね、もしかしたらこの結果も白がね、結果的には半分勝ったので、これがなければ一応もしかしたら黒もね、勝ってたかもしれませんし。まあこれは結果論ですね。ちょっと苦し紛れの手ですね。まあこっちから押さえておくのもあったと思います。黒はどうするかちょっとわからないですね、これは。切りはこれでね、隅は行きますけど、こういう手でしたら全然ダメなんでね、黒は。だからこの手以外をやんないといけないんですけど、まあこれも こんな感じで打たれてあんまり成果がないと思いますので、まあ実戦は上を打たれましたね。ここで並んだんですけど、まあつないでおいて何が嫌だったのかちょっと分かんないですね。つないでる方が熱い進行かなと思うんですけどね。
渡りも残っているところですから、ここはちょっと分かんなかったですね。はい。切りが先手で打ってたのは、ちょっと黒にとっては嬉しいところです。はい。まあ、まだ、黒は苦しいかもしれませんが、でも一応、白も弱い石ができたので、ちょっとまたやる気になりましたね。で、隅はですね、一応コスミが先手なので、次逃げ出しがありますんでね。まあ、こんな感じでやれば、最低コウとかにはね、なりそうですね。手はありそうですね。はい。まあ、ひねった手で。そうですね。まあ、これもまあ、当然ね、まあ、イヤーマーさんは、まあ、一番厳しい手をね、選ぶので、はい、こういう手もあると思います。まあ、穏やかに、何かここぐらい出ておいても、まあ、こういう進行、もあったと思うんですが、まあ、頑張ったわけですよね、黒はね。はい。またすごく激しくなりました。まあ、これは、まあ、筋ですよね。手筋で。まあ、黒も、まあ、ギリギリの、かわしてるところです。ここら辺は、まあ、もう読み合いですね。こう伸びると何が嫌だったのかは、ちょっとすごく読まないとっていうか、どういう読みだったのかちょっと、わかんないんですが、まあ、そうですね。これはこうなる、2とやったら3となりそうですか。で、こうやって、まあ、こういうとこつけたりしますかね。筋だけですと。まあ、こういう進行ですね。はい。まあ、実戦はこちらの方がいいと判断されたんですかね。まあ、この次に対してこっちを受けようということですね。そうですね。付け越しに、すぐに手が出せないとして、ここにつけましたね。まあ、普通に考えれば、まあ、こう、跳ねとか、まあ、こうやって、この石を取っておく。で、まあ、打てればいいんですけど、これじゃあ不満なんですかね、こう、跳ねられて。意外と、これ取っただけでは、ここの隅が、大きく荒らされると自信が持てないということだったでしょうか。まあ、ここはね、まあ、つけたとき、まあ、こっちから打つ手や、伸びで打つ手も、いろいろあったとは思いますね。実戦は跳ねて、こちらの進行を選びました。これですと、まあ、ここら辺に、いろいろ利きができるので、今度はこの白を、生きるっていう選択をしましたね。まあ、その代わり、隅は黒地になったと。ここでね、桂馬に打ったのがちょっとわかんないんですよね、僕は。こうやって、この2目を取った、
だけなんですけど、普通に考えて隅でね、先ほどのような、変化で生きた方が いいと思ったので、ここを隅を取って、この辺りはおそらく白優勢だったんじゃないでしょうかね。で、こうなって、ここがね、ちょっと、わかんないところで。これに対してこっち受けられないんですよね。ここ取りがあると、この石が死ぬので。で、こうなってこう抜かれたんですよね。これはちょっと明らかに白が損して、まあ普通これだけ損したら、白はまずいはずなんですよね。だからまあこうなってね、こう、まあここまでやんなくても、まあ普通に取っておいてもいいところだったと思いますし、まあこんなぐらいでも良かったと思いますし、いや、ここはね、すごく損されたんですよね。珍しく。明らかに。これで、また勝負が分からなくなったと思ったんですが。ここのコウが勝負になりましたね、最後は。あとは寄せて、ちょっとね、不可解なこともありまして、まあ普通にコウ争いがあったんですけど、まあ跳ね打ってね、ここを跳ねられて、まあ抜かれたんでね、まあ明らかにね、この交換はない方がいいんですよね。普通にここに跳ねてる方が、得なはずなので。まあそうですね。いろいろ、白はこことか、ここの跳ね一本とか、損されての、まだ半目残ってたので、相当ね、まあ、ラッキーだったんじゃないでしょうかね、この勝ち方は。まだ諦めずに打ち続けた、そうですね、勝負根性もすごかったですね。普通これだけ損したらもう嫌になって投げそうなところだったんですけど、これでまあなんとか、白が半目残りまして、1勝1敗となりましたね。ちょっと最近井山さんは、王座戦、天元戦、ね、名人戦と、3連敗してまして、調子は良くないと言えますが、過密スケジュールでね、大変かと思います。じゃあ、この後はこれで終わりにしたいと思います。失礼いたします。